こんにちは。本日はブラックウォルナットの一枚板について ご説明いたします。まずブラックウォルナットっていう木はもうそのままブラック、濃いんですよね。色が黒い、まあ、正確には黒じゃなくてちょっと赤茶色っていう感じですね。赤茶色っていうのがブラックウォルナットです。でウォルナットっていうのはクルミなんですよね。ウォルナットはクルミ、黒グルミです。日本語に訳すと。それで日本にもクルミっていう木はあるんですけど、日本のクルミはもっと明るい色合いをしてます。で海外のクルミはこういう色合いをしているので、ブラックウォルナットって呼ばれてます。それでブラックウォルナットはですね、まずこの色合いですよね。濃い色合い、国産材にもなかなか見られない色合いなので、本当に世界的に見てもこういう黒い木っていうのは少なくて、すごい人気、もうすごい、もう100年200年前から人気のある木です。それで世界三大名木っていうのが3つあるんですけど、そのうちの1つがブラックウォルナットなので、最高級の家具によく使われている素材です。でなんでそういう最高級素材になるのかっていうと、まずこの色もそうですし、硬いんですよね。硬い木、すごい硬いので傷もつきにくいですし、あとねじれとか狂いが少ない木なので、そういう家具とかによく使われます。でもちろんテーブルにした場合もですね、硬いので傷つきにくいです。あとは木目ですね。木目もですね、海外の木にしては結構はっきり出てるんですよね。年輪ですよね、木目っていう年輪、こういうふうにしっかり出るのがブラックウォルナットの特徴です。でブラックウォルナットもこの辺が赤みで、この辺が白みって言って、赤みと白み分かれてる木です。なのでこの色合いとこの木目なので、で暗っぽいお部屋によく使われてます。内装が結構シックな感じのお家ですねに使われます。でもしくは結構白っぽいお部屋でも、あえてテーブルだけ黒くすることによってこうコントラストを楽しむっていう方もいます。でも本当に海外の木なんですけども、すごい優秀な木ですので、アルアートでも取り扱っております。はい、以上がブラックウォルナットの説明です。